皆さんがアフターエフェクツを使う上で最も使用頻度が高いプラグインは何でしょうか。私自身、過去に AE で最も使用頻度が高かったプラグインはトラップコードのパーティキュラーか、あるいはマジックバレットルクスのどちらかだと思います。この2つのプラグインは非常に有名なので、私と同じ意見の人もいるのではないでしょうか。ぜひ皆さんそれぞれの最も使用頻度が高いプラグインをコメントで教えていただけたら嬉しいです。トラップコードのパーティキュラーはパーティクルを生成して画面内に粒子や図形を飛ばすことができ、粒子の詳細な設定により炎や水、煙などの流体をリアルに再現できます。同じ系統の標準エフェクトと比べても圧倒的に使い勝手が良く、その性能の高さは他では変わりがききません。特に VFX デザイナーにとっては必須のツールと言えるでしょう。もう一つのマジックバレットルクスはフィルターを組み合わせて映像の色調補正を効率的に行えるプラグインです。豊富なプリセットが提供されており、目的のイメージに迅速に近づけることができます。ルクスは使うだけで画面がリッチになるずるいプラグインです。プリセットを使うだけでも十分ですが、これらのプリセットはルクスの豊富なツールを使用してあらかじめ設定されたものです。こちらがこのプリセットで使われているツールです。ここに他のツールを追加して画面をカスタマイズすることも可能です。できることが多く、カラーグレーディングプラグインとしてとても優秀です。今回の動画では今紹介した2つのプラグインを使用するために必要なサブスクリプションサービスについてご紹介します。マクソンが提供するサブスクリプションサービスです。こちらが全プランで合計7種類のプランがあります。そしてサブスクで使えるソフトウェアやプラグインをすべて書き出したのが下の表です。まずは 3D ソフトのシネマ 4D、 3D レンダラーのレッドシフト、PC の画面内で彫刻する 3D スカルプトソフトの Z ブラシ、そして iPhone でスカルプトができる iOS 用アプリのフォージャー、そして下の段、トラップコード、マジックバレット、ユニバース、VFX はそれぞれレッドジャイアントの AE 用のプラグインです。先ほど私がおすすめしたパーティキュラーとルクスもここに含まれています。そして新サービスのマクソンスタジオがあります。一番左のマクソン1に契約すると、下に表示した全てのソフトウェアやプラグインが利用可能です。マクソン1はマクソンが提供する全製品を網羅した完全なプランです。簡単に言うと、その他の6つのプランは下に表示した全てのソフトウェアやプラグインから必要なものだけを選んで契約することができるプランです。左から2番目のシネマ 4D プラスレッドシフトはシネマ 4D とレッドシフトを使用できるプランです。その右隣が私が今回契約したレッドジャイアントコンプリートと言われるプランで、一番下の段の AE のプラグインが全て使用できるプランです。今回の動画で私が AE ユーザーにおすすめしたいプランです。その隣のレッドシフトは 3D レンダラーだけを使用したい人のプランです。その隣はレッドジャイアントのプラグイン集のユニバースだけを使用したい人のプランです。その隣は Z ブラシだけを使用したい人のプランです。そしてその隣はフォージャーだけを使用したい人のプランです。このチャンネルでは7つのプランの中でレッドジャイアントコンプリートに焦点を当てて、レッドジャイアントのプラグインからおすすめのものを厳選して紹介していきたいと思っています。この表を見てわかる通り、例えばパーティキュラーが必要になった場合は単体で契約できるプランはないので、マクソン1かレッドジャイアントのどちらかのプランに契約する必要があります。料金についてはレッドジャイアントコンプリートを例に出すと、年間払いで98,450円、月額に換算すると8204円になります。こちらをご覧ください。これはフラッシュバックジャパンが2023年の秋のセールで発表したセールの結果です。安価なプラグインの中にこのレッドジャイアントコンプリートがランクインしています。このトップ10の中でプロが必須で使用しているプラグインはレッドジャイアントコンプリートとオプティカルフレアでしょう。いかに需要があるかがわかります。 AE を始めたばかりの方にとっては年に10万円のサブスクは高額に感じると思います。このサブスクは AE を仕事で使用したい人のためのサブスクだと思ってください。あなたが AE を仕事にしたいなら買う必要があるかもしれません。もともとマクソンは AE と親和性の高い 3D ソフトのシネマ 4D を開発した企業として認知されていました。これにレッドシフトを買収し 3D レンダラーを加え、そしてマクソンとレッドジャイアントが合併することにより、さらにアフターエフェクツの優秀なプラグインを加えました。さらには iOS 向けの 3D スカルプトアプリであるフォージャーや
Z ブラシを開発するピクソロジックを買収しました。これによりマクソンは多岐にわたる製品群を提供する企業として成長してきました。その結果現在のこのサブスクリプションサービスとなったのです。我々 AE を使う人間にとってこのサービスが無視できない理由はパーティキュラーやルクスなどの優秀なプラグインがここに含まれているからです。もともとマクソンと合併する前のレッドジャイアント社は AE の VFX に関するプラグインにおいてビデオコパイロット社と並んで2大プラグインメーカーでした。このトラップコード、マジックバレット、ユニバース、VFX はそれぞれレッドジャイアント社のバンドル製品として販売されていました。トラップコードをはじめこれらのプラグインはとても優秀だったのでどこの制作会社でも使われていました。私も昔この中でトラップコードスイーツ、マジックバレットスイーツ、ユニバースを購入して持っています。10年近く前なので価格は覚えていませんがトラップコードスイーツで 12,3 万円だったと思います。安い買い物ではなかったですが当時はサブスクではなく永続ライセンスとして購入できました。しかし今ではサブスクリプションが主流となり永続ライセンスの購入ができなくなりました。私はシネマ 4D の永続ライセンスも購入して使用しているので今までこのマクソンのサブスクには契約していませんでした。購入した永続ライセンスでトラップコードなども長い間使用してきました。ですが今回仕事で契約が必要になりました。新しいバージョンで使用する必要があり私の永続ライセンスではバージョンが古すぎたのです。これはいい機会なので今後このチャンネルでこれらのプラグインを個別に紹介していけたらと思いこの動画を作成しました。私も今回改めてマクソンのサブスクの内容を見てマクソン1でモーショングラフィックス、ビジュアルエフェクト、アニメーションなどの制作に必要なツールが包括的に全て揃うというマクソンの狙いを感じました。個人的にはオプティカルグローなど使ってみたいと思っていたプラグインもあるので今自分が使っているものと比べてみて良いものは共有したいと思っています。現状私と同じように永続ライセンスで使用している人も多いと思いますがさすがに古くなっていくとこのサブスクに契約せざるを得なくなると思います。なので私と同じようにマクソン1を検討している人も多いと思います。この機会に最新のバージョンのプラグインを勉強し直しながら皆さんと情報を共有していきたいと思います。そしていいタイミングだと思ったのは今年6月にマクソンスタジオという新サービスが開始されたことです。このマクソンスタジオは新しいアフターエフェクツテンプレートエンジンと言われています。 AE 内の UI で便利にグラフィックテンプレートを呼び出して使用できるというサービスです。このサービスに関してはまだ始まったばかりですしこれからのサービスなので私も触りながら情報を共有したいと思います。最後に今回私がサブスクのレッドジャイアントコンプリートを契約した様子を録画してサブスクの契約の仕方の解説として説明させていただきます。私と同じように購入を希望する方は概要欄から購入リンクをクリックしてください。まず購入前にマクソンのアカウントを作成しておく必要があります。マクソンの公式ホームページにアクセスしましょう。右上の人型マークをクリックします。 Google アカウントを使用してサインインします。それではサブスクを購入していきます。このマクソンの公式でもこちらから購入することができますが今回紹介するのがツールファームというサイトです。日本ではフラッシュバックジャパンを利用している人も多いと思いますがツールファームも同様に AE のプラグインなどを取り扱っているサービスです。ツールファームが最安値で購入できる場合が多いので紹介します。普通直接メーカーで購入するのが最安値になる場合が多いですがツールファームはそれと同じかさらに安くなったりします。今回購入したレッドジャイアントのサブスクもツールファームが最安値でした。参考までに今回の購入時点のそれぞれの金額です。概要欄にツールファームのリンクを貼っておきます。リンクからマクソンの商品ページへ移動して今回はレッドジャイアントのサブスクを購入していきます。ツールファームのアカウント作成方法に関しては割愛します。先ほどマクソンの公式でログインしたメールアドレスを入力します。私の場合 Gmail を使用しますので入力して製品をカートに入れます。チェックアウトに進みます。支払い方法としてクレジットカードかペイパルを選択できます。ここではクレジットカードを選択します。クレジットカードの情報や名前や住所など必要な項目を記入して次に進んでください。
最後に購入内容と金額を確認して、注文が完了です。これで購入が完了となります。この後はマクソンのアカウントにライセンスが追加されるのを待ちます。マクソンからのメールを待ちましょう。その間にマクソンアプリをダウンロードしておきます。ダウンロードボタンを押します。ダウンロードされたファイルを実行します。マクソンアカウントにログインします。このアプリでマクソン製品を一括管理できるので便利です。例えば、マクソンスタジオを使用したい場合は、インストールボタンを押します。これでアフターエフェクツを開けば、マクソンスタジオを使用できます。他のプラグインも同様です。トラップコードもインストールしておきます。インストーラーが表示された場合は、ウィンドウに従って、インストールしましょう。これでトラップコードもインストールできました。しかし、プラグインをインストールしても、まだライセンスが取得できていないので、正式に使用はできません。この右側の部分が購入になっているということは、ライセンスを持っていないということです。この状態でメールをしばらく待ちます。今回私の場合、サブスクを購入してから18時間後にメールが届きました。このメールがサブスクが開始された合図です。こちらからマクソンにサインインしてライセンスを確認できます。先ほどのマクソンアプリもここからインストールできます。ではこの段階でマクソンアプリを見てみましょう。購入したレッドジャイアントに注目すると、先ほど購入と表示されていたボタンが消えています。メールを受け取ったタイミングでライセンスが付与されているので、特に何もしなくてもインストールしたプラグインを使用できます。AE を開いて、ウィンドウからマクソンスタジオも使用できます。先ほどインストールしたトラップコードのパーティキュラーなんかもエフェクトから使用できます。以上がサブスクの契約の仕方です。すべてマクソンのアカウントで管理されているので、とても分かりやすい仕様です。いかがだったでしょうか。今更おすすめというのもおかしいくらいの、制作会社もデザイナーも依存しているプラグインなので、代わりになるようなプラグインが出現しない限り、避けることができない必要経費となっているレッドジャイアント。パーティキュラーやルクス以外にも優秀なプラグインが揃っています。今後このチャンネルでは順番にレッドジャイアントのエフェクトも紹介していきます。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。